ア・リーグエンゼルス5、0ロイヤルズ、2022年6月22日アナハイム。試合後、大谷は、勝ててほっとしました、と言い、主力の二人、トラウト、ウォルシュ、も休みですし、クローザーのイギー、イグレシアス、も投げないと決まっていたので、なるべく長い回投げたいなと思っていきました、と振り返った。そして、初回、立ち上がりあまり良くなかったですけど、次の回から切り替えていけたので良かった。しっかり打者を観察しながら最後の方も変化球系が多かったですけど、まっすぐを投げるところに投げて打ち取れていたので良かった、と話した。打っては、初回1試の第1打席はログンの先発左腕リンチと対戦し四球で、3回2試の第2打席で遊撃安打。20日、同21日のロイヤルズ戦から続く連続試合安打を3に伸ばした。5回1試1塁の第3打席は四球、サワン・ギャレットと対戦した7回1試1塁の第4打席は見逃し三振、サワン・グリフィンと対戦した8回2試2塁の第5打席は空振り三振だった。前日21日、同22日のロイヤルズ戦では、3番 TH で2本塁打するなど4打数3安打で自己最多の8打点。この日の試合前までの通算成績は、投手は11試合で5勝4敗、防御率3.28、打者は68試合で262打数68安打、打率260、15本塁打、45打点、7盗塁となっていた。